里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今回はですね、はいはい、もう私の素朴な疑問を、はい、ぜひ解いてほしいなと思うんですよ。ああ、まあね、コメントで皆さんもね、質問してくれればそれ答えますけどね。そうですね。今回はまあ特別に袴田さんの質問でございますよ。ありがとうございます。はい、で、もう本当これ毎年思うんですよ。はい。なんでパリーグって強いんだろうと思うんです。まあ強いですね、はいはい、交流戦もしかり日本シリーズも最近ずっとパリーグが優勝してるじゃないですか。そうですね。だからちなみに日本シリーズのことで言うと、はい、今年、はい、パリーグが勝てば、はい、長年の歴史上、はい、勝敗タイになります。えっ、そうなんですか。はい、セリーグの方が歴史が長いのに、まあ、長いって言ったか、まあ、日本シリーズが、はい、日本シリーズ始まったのは一緒ですよ。あ、そこそこ、そうですよね。その時はなんか最初はセリーグの方が早かったですけど、はい、その時は日本シリーズとかないですか。セパになって日本シリーズが行われて、はい、第1回、はい、がオリオンズが勝ってから、はい、そこから今年パリーグが勝ったら、はい、勝敗がタイになります。なるほど。 V9 があったのに、はい、タイになります。あ、なるほど。セパで言うと、はい、え、ってことはもう今ここ最近、はい、ずっとパリーグがまあずっと強いってことじゃないですか。そうですね。だからセリーグが勝ったのは、はい、巨人が勝って以来ないですよね。交流戦だってまあ普段は DH 制があったり、はいはいはい、そうじゃなかったりって違いますよ、はい、でも交流戦って平等にするじゃないですか、うん、そうですね。両方とも慣れてないじゃないですか、はいはいはい、だったらなんでだろうって思うわけです。これはね、はい、めちゃくちゃ簡単です。簡単ですか、はい、だってドラフトもいつも平等ですよ。まあ3つの、はい、大きな柱を考えなきゃいけないことがあります。はい、はい、何ですか。まあまず一つ目、はい、ドラフト、うん、ドラフト戦略において、はい、くじ引き、はい、結構パリーグ勝ってます。そうなんですか。はい、そんなイメージもないですけどね。まあ先の有原投手がね、はい、そうですね、くじ引きとかね、はい、うん、ドラフト1位のくじ引き、はい、清宮選手とかね。ああ、確かに日本ハム結構いい投手いってるようなイメージはありますね。結構くじ引きになった時にパリーグが引いてるんですよ、はい、うん、でもそれって運ですよね。そうだからそこで、うんうん、まあそのね、そのだからアマチュアで結果残した人がプロになって直結で活躍するとは限らないですけど、はい、うん、そういう選手たちが多めにパリーグに来たっていうのもまあまた事実なんですよ。まあまあ、じゃあそれもなくはないわけですね、はいはい、プラスアルファメジャーに行く選手がパリーグが多い。はあ、確かに。マー君、マー君、ダルビッシュ、大谷選手もそうだし、菊池雄星投手もそうだ。で今マイケンがねセリーグでしょ。はい、でまあ来年行きそうだっていうね秋山もパリーグでしょ。はい、でまあもっと前でイチローさんとかね、はい、あの長谷川さんとか、はい、野茂さんとか。多いですね。はい、でも抜けてるわけですよ。はい、西武も楽天も抜けてるわけですよ。そうやってメジャー行くってことはチームから離れてるわけですから、戦力がグッとダウンするかもしれない。離れてるんですけど、はい、イズムは残ってるんですよ。ああ、イズム練習の仕方、はい、考え方とか、はい、もしくは抜けても連絡取ってるとか、あ、っていうところの、そのだって何でもそうですけど、はい、知らないより知ってる方が成長しやすいですよね、うん、はい、そこの知るっていうところにやっぱりクッション挟まないで人をと聞けるっていうのは大きいですよね。ああ、なるほど。まあ、先輩、そのメジャーに行った、まあ、田中投手とかに連絡を取って一緒に自主トレをしたりするわけじゃないですか。あとこう連絡と聞けるとかね、はい、変化球の握りどうだとか、うん、練習の方法どうだとかっていうのはね、はい、聞けるっていうのも大きいですよね。なるほどな。でもセリーグからも出てると思うんですけどね。でまずで次、はい、2つ目、はい、まあ、これも多くの人が言われてますけど、はい、DH 制度の有無っていう。え、これ DH 制の方がやっぱりいいんですか。 DH 制があることによって、はいはい、パ・リーグっていうのは9人の野手で構成してチームを形成するんですよね、はい、9人のレギュラーを、うん、DH も含めて、はい、セ・リーグっていうのは8人のレギュラーでチームを構成するわけですよね、はい、ってなった時に DH をセ・リーグの球団が使う時に、はい、代打の1番手を使うか、はい、もしくは8人の中で1番打つけど守備がなあるやつを DH にして準レギュラーの選手を当てていく。うん、だから余剰戦力がない限り、はい、その DH があることによって戦力アップがそこまでしないんですよ。その1人の差で戦力そんな変わるんですかね。変わります。こっちは9人で構成されてるんで、はい、そっか。で、はい、セリーグは8人で構成されてるんで、うん、だから代打の1番手とか本当はレギュラーじゃないけどが出るんですよ。
なるほど。そこってやっぱりレギュラーと大きな力の差がありますよね。そっか、いつも試合に出てるで、うん、実戦感覚がある一人なのか、うん、そうじゃない一人が加わるのかっていうのか、うん、はあ、なるほど。まあ、パ・リーグっていうのは、まあ、成績の良し悪しあったとしても、レギュラーの9人、はい、セ・リーグの球場でピッチャー入るときに行ったときに、はい、この中で打つやつが残るんですよ。うん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 、だから別に戦力が下がらないんですよ。はい、なるほど。で、DH があることによって、うん、ピッチャーも敗戦完投とかもあるんですよ。敗戦完投、負けたけど完投したっていう。ああ、はいはい。それなんでかっていうと、うん、ピッチャーに代打出さなくていいんで、はい、ピッチャーの良し悪しの判断でどこまで投げるかを決めれるんで、うん、常にピッチャーの限界をまで投げるんですよ。確かに。セ・リーグはこのバッティングの状態でもピッチャーって変えられちゃいますからね。はい。で、パ・リーグっていうのは1番から9番まで、まあ、もちろん打つ打たないやついますけど、はい、打線に切れ目がないんで神経ずっと使っていくんですよ、はい、セ・リーグっていうのは最悪もしキャッチャーが1割台とかだと8、9打たないんですよ。あ、うんうん、だこっちはもう常に9人の野手を目標に投げていかないといけないんで、はい、で途中で交代することもない、はい、投げる機会も多い、はい、成長しやすい土壌にありますよね。うん、なるほど、はい、ただ私これはまたちょっとなんでと思うんですけど、はい、交流戦の時ってパリーグもピッチャーがバッティングするじゃないですか、はいはい、でもセリーグのピッチャーはもうバッティングいつも練習しますよね、はいはいはい、なので結構ヒット打つ人もいるじゃないですか。あ、いいですよね。それが3番目です。あ、言っちゃった。あ、はい、そこが問題なんですよ、セリーグは勝てないのが。そっか、バッティングするからピッチングに影響出るってことですか。いや、要はセ・リーグのピッチャーっていうのは、はい、打席に入ることがもう当たり前なんですよね。そうです。はい。にもかかわらず、はい、どうですか皆さん、打てない、走れない、バンドもできない、エンドランすらできない、はい、盗塁下手くそ、うん、いっぱいいませんか。いっぱい、はいはい。じゃあ自分たちのアドバンテージ使い切れてないじゃないですか。じゃあ DH があることによってパ・リーグは自分たちのアドバンテージを使い切る、はい、セ・リーグにおいてのアドバンテージは何か。パ・リーグのピッチャーが打席に入らないことによって、はい、打席に入るセ・リーグのピッチャーが完璧に打席をこなせることによってアドバンテージをしっかりものにできるんですよね。そうですね、はい、できないんですよ、ここが。だからそこでアドバンテージができないから、はい、DH の時はパ・リーグ有利、はい、DH なくてもセ・リーグ有利にならないんですよ。私セリーグがもう完全有利だと思ってました。いや、バンドはできない、走塁は下手くそ、はい、打っても打たれへん、はい、打つ気ないやつもいる、はい、全然。もっとだから僕はね、セリーグのピッチャーに言いたい、はい、もっと練習した方がいいです、打席でおいて。いや、だからそんな野手ばりに打てとは言わないですよ、はい、バンドはそこそこきっちりできる、はい、走塁も走ったら普通にできる、うんうん、ね、でエンドランぐらいは楽勝できる、進塁打ぐらい楽勝で打てる、うん、はい、これぐらいはできるようにならないと。できると思ってました。全然できないですよ。まあもちろん上手い選手もいますよ、はい、でもほぼできないです。あ、そうなんですか。で逆に言うと、はい、パ・リーグの選手でも、はい、ね、その年一の打席しか立たなくても、はい、打つやつもいるし、はい、バンドできるやつもいたりするし、はい、きっちりできるやついるんですよ、はい、まあいないやつもできないやつもいますけど、だからそこのアドバンテージがないんですよ。だセ・リーグのピッチャーがもっと打席内において完璧にね、打てとは言わないですけど、はい、細いことがしっかりできるようになっていけばしっかり使えるんですけど、うん、そこができないところがセリーグがパリーグに勝てない要因でもあるんですよ。うわ、アドバンテージだと思ってました。違うんですね。使えてないですもん全く。へえ。だってこれね、あのロッテの伊藤よしっていう背番号30番の中継ぎピッチャーがいたんですよね、はいはい、うん、であいつ中継ぎだから打席なんて1打席も立たないんですよ、はい、それが日本シリーズ、はい、2010のね、はい、中日との試合でピッチャー浅尾、うん、でこれあの最後優勝日本一を決めた試合なんですけど、もう使い切ってるから代打とかも簡単に出せないんですよ、はい、ピッチャー浅尾、うん、ランナーいます、はい、ランナー1、2塁だったかな、うん、バッター伊藤、はい、初打席プロ、プロ初打席、しかも浅尾っすよ、はい、150キロ、はい、バント、ええ、完璧に決めたっす。すごい。練習してたんですか、やっぱり地道に。まあ、してる、まあ、マシンで練習はしてるでしょうけど、はい、見てるこっちも、はい、野手でも難しいんですから、はい、しかもそのステーション日本シリーズ大事なところ、はい、ランナー1塁だったか1塁だったか忘れましたけど、はい、うん、完璧にしたんですよ。すごい、ね、はい、それをセ・リーグの選手たちピッチャーできますかって話なんですよ、はい、うん、でそれをまぐれじゃなく完璧できる、エンドランぐらいいつでもできますよ、ヒットは無理だけど、うん、エンドランぐらいできる、バッター出るぐらい、進塁打できますよ、はい、あ、バントできますよ、うん、あ、ランナー出たら走塁しっかりできますよ、はい、ぐらいしないと
まあそうですよね。その伊藤さんはたまたまって言ったらですけど、はい、まあ完璧にできましたけど、そうそうそう、セリーグの選手は毎試合なんだから当たり前にできなきゃいけないんですよ。だからもっと練習しなきゃいけないんですけど、うん、でそしたらそれほど他のピッチャーのことやんなきゃいけないから練習する暇ないっていう、うん、じゃないのっていうファンの人の声もあるんですけど、まあそれも思いますよね。ファンとしてはピッチングが一番だって思っちゃいますからね。でも別に先発ピッチャーだったら、はい、ローテーションそんな毎日キャッチボールピッチングしないですよね、うん、確かに6日に1回ですからね、まあ、別に週1回2回、はい、マシン相手でもバッティングの練習してもいいですよね、はいはい、まあ、確かに1日別に1時間とかちょっとやるぐらいだったらできますもんね。キャンプもそうですよね、はい、でオフ別にすればいいですよね、はい、シーズンオフもバッターの練習すればいいですよね、はい、でそれで結局自分助けるわけですよね、はい、だからファンの皆さんもそうなんですけど、うんうん、できなくて当たり前っていう意識をやめた方がいいです。もっとピッチャーでもしっかりやれとか、はい、まあ、それぐらいできなきゃお前プロじゃねえぞぐらい言わないと、はい、まあ、ピッチャーからだから仕方ないとか、うん、ピッチャーだからできなくてもって言って、うん、っていうのがあるからどんどんセリーグの野球が弱くなっていくんですよ。ピッチャーがアドバンテージ使えないんで。なるほど、ね、でもともと高校とかまでやってたんですよね、バッターで。確かにそうで、ピッチャー4番とかねあるじゃないですか、はい、なんでプロ入ってきたらバッティングの練習やめるんですか。特にセリーグ、パリーグだったら分かるんですよ、はい、立てないんで、はい、それだったらもう打てなくてもバンド、エンドラン、進塁打、はい、ね、走塁きっちりできるようにもっと真剣にやればセリーグももっと強くなりますよ。アドバンテージしっかり使えますよ。なるほど。じゃあパリーグが強い理由はもうセリーグがなんかもうピッチャーが大きいってことですね。そこのアドバンテージを生かしきれてないっていうところがね、はい、なるほど、納得しました、はい、こういう、まあ、いろんな目線がありますけども、はい、今年ちなみにパ・リーグが勝てば、うん、長い歴史の中でセパの日本一タイになります、はい。